物語シリーズ花物語、花物語は西尾維新による青春会小説。物語シリーズ第6弾として講段社ボックスより2011年3月に刊行された。イラストはボファンが担当している。現代の回を描き大ヒットした花物語のその後を描いた物語シリーズ新章の第3弾。話数表記及びサブタイトルは大変話。 駿河デビルとなっている。鴨物語の第3話、駿河モンキーに登場し、バスケットボールに情熱を燃やしていた少女、神原春川が遭遇した新たな事件が語られている。箱絵には髪を伸ばして二つに縛った駿河が描かれている。舞台となっているのは、従来のシリーズ作と同様に、私立直越高校とその近辺の田舎町だが、時系列的にはシリーズ中で、 最も未来にあたる。蚊物語の時は、高校2年生だったスルガが進級し、3年生になった春の話となっている。蚊物語の主人公だった、愛よしよしもくやヒロインの戦場が原ひたにを、はじめとした期間のレギュラーキャラクターはのきなみ、直越高校を卒業しており、スルガの同級生を、はじめ新たな登場人物が中心となって、物語が展開する。本作は、 駿河の視点で描かれており、彼女の内面が深く掘り下げられている。テーマは人間関係とされており、機関の登場人物については意外ない一面が描かれている。コメディパートは少なく、全体にシリアス寄りの内容となっている。本作の発売日前後に、新宿、秋葉原、名古屋、大阪、福岡、札幌の6都市の街頭ビジョンで CM が放映された。 CM の内容はひたぎが本書の紹介をするというもので、ナレーションはアニメ及びドラマ CD でひたぎ役を演じた斉藤ちかが務めた。オリコン調べによる本作の売り上げは初週約10万部で、書籍部門のランキングでは初登場1位となった。2011年4月25日までの3週間で累計15万部を販売している。 他のシリーズ作品同様にアニメ化が予定され、2014年8月16日、前後話で放送された。カンバラ・は幼い頃に死別した母から干からびた、猿の手のようなミイラを譲り受けていた。曰く、その手に願いは、どんな願いでも三つだけ叶えられるという。しかし、その猿の手は、願いを叶える代償として、最終的に体と魂を乗っ取る回。 レーニーデビルだった。スルガは二度までガンをかけてしまうが、先輩のあよしよし目くれき、戦場が原ひたぎたちの助けによって会員に取り込まれることは避けられた。しかし、後遺症としてサワンが怪力を発するケムクジャラの猿の手となり、スルガはそれ以来サワンを包帯で隠して、日常生活を送ることになる。それからおよそ十一ヶ月が過ぎ、スルガが三年生になった春のこと。 スルガは奇妙な噂を耳にする。何でも悪魔様に相談をするとどんな困った悩み事でも解決してくれるという。悪魔の左手を持つスルガは因縁めいたものを感じ、悪魔様の正体を突き止めようとする。そして悪魔様がいるという学習塾跡地へと向かうのだが、そこにいたのはかつてのスルガの宿敵だった。沼治郎花。 泥沼のようなディフェンスのバスケで定評のあった彼女は悪魔様として不幸話の収集を行っているという。スルガはまんまと沼地の罠にはまり悪魔の左手を奪われてしまう。当初はケムクジャラの悪魔の手がなくなったことを喜ぶスルガだったが彼女の真意を聞いて考えが変わる悪魔のパーツを全身分集めて取り込もうという沼地。スルガは 沼地と対決することを決意する。テレビアニメ、物語シリーズセカンドシーズンの一作としてアニメ化が発表され、その後シリーズ中時系列の異なる本作のみ、他の5作品の放送後に別の形での発表となることが告知された。2014年、同年8月16日に、前後話が一挙放送になる旨が発表され、同日放送された。ありがとうございます。